言うのに同流スーパーヤナギ、何かがおかしい。ゼロ勝3敗。おかしいよ。打点を上げない奴が悪い。上げたぞ。二刀流やん。なぜか、て、な、い、の、か。二刀流やってるのに。昨日のネームセットした瞬間のうなだれた姿ほんまかわいそうやった。野手に依存するタイムリーじゃダメだ。ホームラン打たないと。でも勝敗は欠陥指標だから。援護がないという言い訳は防御率0点台の投手だけが言える。マジで今すぐにでも中日ファンやめたいけど2世やからやめられん。小さい頃から中日ドラゴンズが正義、他球団は悪って教えられてきたから脳の構造からしてすでに健常者と違ってるんや。明らかに異常なのは分かってるけどそれに抗えない自分が嫌になるわ。野手より打つのはノーリスペクト。大谷定期。先発下ろす、中継ぎがうんちする、先発引っ張る、疲れてうんちする、どうしたらいいの。ホームラン打て。ホームラン打って完封すればいいだけやん。お前4番打て。点を取られたら負ける、当たり前体操だよな。コミュニティに敵対の選手や使ってほしい選手、各球団の話などプロ野球ファンの方々と盛り上がれたらと思っています。どの球団のファンの方も大歓迎です。ぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。